第12レース1着になりました大阪の古城選手です。1着おめでとうございます。初手は前からなりましたけども、そのあたりはどういう風な感じで、もう稲川さんに勝てる人ってくださいって言ってあの位置だったんで、まあ、そこから自分なりに考えてって感じです。で、まあ、初手であの前を取って、あの町田選手の動きを皆さんあの確認しながらという形になりましたけども、まあ、そこすんなり3番手取れましたけど、別戦の動きとかっていうのはどういう風に見てましたかね。まあ、どうするかなと思って見てました。本当はもうちょっと来るのかなっていうふうには思ってたっていうところですかね、はい、実はそのまま3番手で早めにちょっと早めに仕掛けたんじゃないかなと思いますけども、あのあたりっていうのはご自身の、まあ、後ろより早めに仕掛けようと思いました。踏んだ感覚っていうのはどうだったですか。めちゃくちゃ悪かったです。やっぱりそれは小倉がっていうのが一番なんですかね、うん、好きじゃないですね、はい、だんだんやっぱりその小倉での過ごし方っていうのも探していたっていうふうにはおっしゃられたと思いますけども、そのあたりというのは今回さえ入ってみてどうですか。いやもう修正不可能なんで4年かけてしっかり克服したいです。まあ、まずはやっぱダブルグランドスラムのためにはまずここを取らないとっていうのは、克服しないと無理なんで、はい、わかりました。この後次走に向けての何か修正点というのはありますでしょうか。疲労抜きたいです。わかりました。ではこの後に向けて意気込みをお願いします。また応援者まで頑張ります。